船に乗るとぐっと沈んで揺れますから気をつけてください。はい。はい。はい、ここに綺麗な座布団を用意してますから、ね、座ってください。で、海の方に出ると少し寒くなります。この毛布もありますから、これね、寒くなったら使ってください。ここに置きますからね。はい。まあ、では進みましょう。出発し。道筋をお話ししますと、もう400〜500m進むともう海に出ます、ね、川が終わって海になります。で、あそこに小さい小岩が見えますでしょ。あそこはぐるっと、ね、右に旋回します。それとね、断崖絶壁がありまして、でそこの下に小さな岩があって、でその岩にちょこんと神社が載っていますから、そこの神社にお参りに行きましょう。で、またぐるっと回ってからここにね、帰ってきますからね。帰りは向こうの対岸になります。歴史はね、簡単です。川の流れにね、そのまま進んでいきますから、方向転換さえしっかりしとき、帰りはちょっとしっかり漕がないとダメですけど、うん。でね、その小さな神社ですけれども、今日は年に一番のお祭りの日なんですね。だから今日来れたこととっても運がいいです。で、ね、その神社のところね、とても紅葉が綺麗です。この辺りでは僕が知る限りでは一番の名スポットではないかなと思いますよ。でもうすでにここら辺も綺麗ですけれどもね、そっちに見えてるのはイチョウの並木ですよね。ちょうど今ぐらいの季節はね、落ち葉が散ってから黄色いカーペットになってます。で、反対側に行くとこっちは欅の森だから真っ赤になってます。この辺り全体紅葉がとても有名な場所ですから。で、今から行く神社はね、船の上からでしか見ることができませんから、で、紅葉よりも有名なのは春の桜なんですけれども、断崖絶壁にね、桜、しかもしだれ桜がいっぱいなって、潮風に負けじとどんどん強くなっていきますから、結構ね、どれもかなり樹齢が300年で、一番古いのだと400年ぐらいする老木なんですけれども、どれも立派にね、花を咲かせるんですよね。で、この季節になるとそのしだれ桜が全部、もみじ桜、ね、今も綺麗に見ることができます。それに加えて通常のこの楓もみじも、ね、ありますからね。はい、はい、ちょっとね、漕ぎます。で、今日は年に一番の祭りと言いましたけれども、ね、それについて少しお話をね、させていただきますと、ね、この辺りはね、すごいね、寒い地域で、で、特に海から吹くね、北の方から来る潮風がね、それはものすごく寒いんですよね。で、まあ、それではね、その断崖絶壁の下にいるのは、さすがにね、神様にとって失礼だと、まあ、かわいそうだからと。まあ、いうことで、ね、この季節、完全に寒くなる前に、川を登って、このね、奥の方に行ったところには谷間にね、比較的温暖な地域があるんですけれども、そこにこの神社の奥宮があるんですね。まあ、そこに神様を移動させようという、まあ、そういうお祭りです、ね、神様が船に乗って川を登っていくから、この辺りでは通称おのぼりさんというね、お祭りでした。すごい昔は賑わってました。で、まあ、おのぼりさんって言ったらね、一般的には田舎から上京する人のことを指したりしますけれども、ここはね、そういう意味は全くありませんから。ただまあね、季節としてはね、この紅葉をね、素晴らしい紅葉を見ずにしてからね、上に登ってしまうのは、まあちょっと神様がかわいそうなのということで、この紅葉が終わりかけているこの季節に祭日としているんですよね。で、まあただちょっとね、ここの神様ってとても厄介でしてですね、なかなかの引きこもり体質なんですね。まあ、そうそう滅多に顔を出すことがないのでね。じゃあどうすればいいかというと、船の上で神楽を演じるんですよ。するとその笛と太鼓の音にね、つられてね、ちょこっと顔を出すんですね。で、そのまま、船の上に乗せて顔を登っていくというね。ですから、おのぼりさんというかね、正式な名称は神楽船祭りと。でね、その神楽船を筆頭にしてですね、
この辺りの船がね、昔はね、たくさん集まってくるんです。どんどんその神楽船を追いかけていくんですね。まあ、主に漁船ですけれどもね、で、スライド表記にはもうその数は、ね、戦争を超えたと言われています。でね、夕方から始まります。で、日が暮れてくるとそれぞれの船に前と後ろ一つずつ、かがり火を焚くんですね。その船が戦争を向くんです。遠くから見るとね、火の川のように、ね、見えて、すごくとても綺麗な光景だったようです。で、まあ、今日はその祭日なんですけれども、今はもう、ね、その祭りは行われていません。今日は僕たちの船、ね、一艘だけとなっています。まあ、実はですね、その神楽船っていうのは戦時中に、ね、まあ、取り壊されてしまったんですね。貴重な金属をたくさん使っていました。で、お祭りが中止になったんですけれども、戦後になってもですね、それが復活することはなかったんですね。まあ、最初の方はね、地元の有志たちがですね、まあ、細々と行事を、ね、続けようと努力はしていたんですけれども、まあ、それもなんかことなかったということなんですよね。まあ、残念だけれども、今はもうね、知ってる人はほとんどいなくなってしまっています。はい、じゃあちょっと旋回します。ぐるっと右に回ると、ほら、見えましたか。紅葉もすごい綺麗でしょ。近くに行くともっと綺麗ですから。で、ここの神社でお祭りされている御神体ですね、は、天照大御神の子供とされています。まあ、一般的には五男三女神と言われているんですけれども、ここにお祭りされている方は隠し子とされているんですね。まあ、もちろん昔のことで、ね、いろいろ諸説はあるんですけれども、まあ、隠し子というその立場からですね、まあ、ちょっとそういう引きこもりの体質になってしまうという、しかもこのね、人気の少ない辺境の地に追いやられてしまったと、まあ、いうことなんですよね。まあ、そういうちょっと不遇なかわいそうな神様、まあ、ですかね。まあ、昔は地元の人にね、すごい愛されてはいたようです。で、ご利益は海にある神社ですから海上安全、それから、勉強ばっかりしていた神様ということですから学問上達、ね、で、あとは、縁起縁結びですね。はい、だいぶ近づいてきました。で、今日はね、潮がよく満ちているのでね、ここまで近づくことができています。干満の差がありますからね、潮が引くとこの辺りも、ね、砂浜になってくるんです。だからすぐそこの辺りまでね、潮干狩りする人がね、来るんですけれどね、まあ、春はね、結構来るんですけど、で、秋は潮がよく満ちる傾向になりますからね、ここまで近くに来ることができます。なかなかこういう時はないです、まあ、ちょうど、大潮の満潮ですかね。はい、さあ、ではね、ちょっとお参りを一緒にしましょう。神様をね、上にね、移動させることができませんけれども、ね、そういったお参りですね。はい。では、座ったままでいいですからね。作法は二礼、二拍手、一礼となっておりますので、お願いします。引き返しましょう。だいぶ日も暮れてきました。あっちの対岸の方に、ね、堤防があるんですけれども、あそこに人がたくさん集まってきています。全部釣り人です。秋のこの時間帯になると、ね、特に今日はもう、
絶好の釣り日和ですからね、この夕まずめになると人がたくさん集まってきてね、ね、みんな何を狙ってるかっていうとね、ブリです。この辺りの名産です。潮の流れが結構速くて、コツナカナがたくさん集まってくるんです。で、それを狙ってね、食べにたくさんブリの、ね、タイムが来るんですね。それを丘からこう引き上げるっていう、ね、たくさん集まっています。わざわざ沖に出なくてもね、船に乗らなくてもね、丘からもすごいたくさん釣れますから。その、この時期の寒ブリと、あとは一年中タコが取れます。その二つが一番有名ですね。もし食べたければね、この上に旅館がありますから、ね、行ってみるといいです。お食事だけでもいいですし、昔からの旅館ですから予約なんかしなくても、ね、泊まることも多分できますからね。もともとは宿場町だったんですが、ね、まあ、たくさんね、宿があったんですけれども、今残ってるのはそこのね、旅館だけですね。すごい古い江戸時代から続く老舗の旅館なんですけれども、この辺りのね、地主さんなんです。土地をね、たくさん持っているんです。だからまあ勘定抜きでね、営業続けてられるんですよね。まあそうでもないともうとっくに潰れてると思います。まあ、ですからね、値段もかなり安いです。なのに美味しい料理食べさせてくれるからね、おすすめですよ。もしあれでしたら案内しましょうか。じゃあ船をつけてね、この後ね、一緒に丘の上まで行ってみましょう。さあではちょっと川を登りますから、ちょっと力いっぱい漕ぎますので、しばらく頑張ります。この浮きの下にタコ壺がいっぱいあるんです。これでタコ取ってるんですね。だいぶ登ってきました。寒くないですか？そこに桟橋がありますからね、あちらに船をつけてから上に一緒に登っていきましょう。さあ、じゃあこちらどうぞ。この岩を階段にしてですね、ゆっくり降りてください。はい。はい、ぬかるみ気をつけてください。はい。ちょっと待ってくださいね。では一緒に行きましょうか。